こんにちは、すみやです。今日は史上最軽量のスマート望遠鏡ドワーフ2についてです。最も驚いたのはその重さです。なんと 1.4 キロしかありません。5万円台のびっくり価格で2023年2月に出荷される予定です。早速どんな望遠鏡なのかサイトを見てみましょう。どうぞ。ドワーフ2スマート望遠鏡。持ち運びに負担がかからず天体写真を楽しむだけ。すごいのが出てきましたね。ビデオを見るは後で見ましょう。スマホタブレットでアンドロメダ銀河を見ているところですね。ドワーフ2による簡単な DSO シューティング。ドワーフ2は天体写真の技術革新をもたらします。コンパクトなサイズとエントリーレベルの価格で誰もが美しい星の詳細を楽しむことができます。その AI 設計により銀河や星雲を簡単に捉えることができ、深い天体の研究と好奇心と自信を持って取り組むことができます。 DSO ディープスカイ天体。あなたと宇宙の間の唯一のギャップはドワーフ2をタップすることです。タップするだけで撮影できます。ポラリスアライメントを設定する必要はありません。ポラリス、北極星ですね。北極星の極軸合わせは必要ないということでしょう。キャリブレーション、GO2、星の追跡、スタッキングはすべて自動的に完了します。さらにカスタマイズされた朝食を行い、独自の天体写真画像をキャプチャーできます。はい、スマホタップするだけです。ドワーフ2は夜に屋外で星空を探索する際の優れたパートナーです。ドワーフ2はコンパクトで軽量、重量はわずか 1.5 キロです。これがすごいですね。今までのスマート望遠鏡10キロぐらいはあったと思いますが、1桁軽くなりましたね。ベスペラでも5キロぐらいはありましたので、その3分の1以下ですかね。夜のキャンプを楽しみながら星が見える場所ならどこでも持っていけます。信じられないほどの画像、アンドロメダ座、三角座銀河のダストレーンが利用可能です。これはアンドロメダ、これはアレイ星雲、これは M33 三角座銀河。アンドロメダにちょうどいい画角ですね。三角座銀河だとちょっとちっちゃい感じ、アレイ星雲だとものすごくちっちゃい感じ。やっぱり画角の差は補えないかな。いつでもどこでも鳥たちの素晴らしい瞬間を捉える。自然を深く理解し、鳥たちの美しい暮らしを記録し、空を飛ぶ自由な魂を感じてください。鳥も撮れるんですね。ギガピクセルパノラマで世界をズーム。10億画素の写真を撮ってみたことがありますか？ありません。ドワーフ2は二軸スキャンで複数の画像をキャプチャし、それらを一つの画像につなぎ合わせることができます。ピクセル数は10億にも達します。これは天体観測やらない人にも売れそうですね。私たちと一緒に宇宙を探検しましょう。素晴らしいショット、製品の最新情報、プロモーションを受信と例に受け取ります。メールアドレスを入力、購読する。1年保証、30日間の返金保証、世界網の赤化、障害カスタマーサポート。ブランド、ドワーフ2付属品、私たちに関してはお問い合わせ。配送ポリシー、保証と返品、プライバシーポリシー、利用規約。私たちの使命、これがいいよね。スマート望遠鏡、簡単かつ手軽な価格にって書いてます。じゃあドワーフ2、ここから行ってみようか。はい。すごいね、値段が出てきたよ。64,400円のところ55,500円。予約で1万円近く安くなるってことか。2割ぐらい安くなるんだね。
6万円でも安いけど5万円台か。ここにバッグと三脚と、これはバッテリーかな、それから SD カードまでついてくるのかな。5万5500円でこれ全部ついてくるの。付属品だけで何千円とかしそうだけどね。ドワーフ2のご紹介。スマートフォンアプリで操作できるコンパクトなスマート望遠鏡です。あなたはアマチュアの天文学者、バードウォッチャー、野生動物の写真家ですか？それとも球技のように近づくことができないものをキャプチャーする必要がある単なる写真愛好家ですか？さて、ドワーフ2はまさにあなたが必要としているものです。スポーツシーンもね、ちゃんと捉えることができると。注意、ここが大事ですね。ドワーフ2は現在製造中です。現在64ドルの割引で事前注文できます。在庫のある価格は459ドルに上がります。2023年2月に発送されます。ホットスポット寸法ちょっと見てみるか。ホットスポット、スマホコントロール、 AI 搭載のオブジェクト追跡、ワンクリック GO2、 自動スタートラッキング&スタッキング、ギガピクセルパノラマ、交換可能なバッテリー、 64GB のマイクロ SD カード、これ付いてるってことだよね。寸法 204mm×62mm×130mm、 ほんと弁当箱だねこれね。 2.4IB/1kg、 え、本体だけだと 1kg か。いやこれはすごいね。え、クラシック、デラックス、クリスマス、え、3つに分かれてるんだ。クラシックエディションにはドワーフ2、キャリングバッグ、三脚、交換可能なバッテリー、あ、および 64GB のマイクロ SD カードが含まれますか。え、デラックスエディションにはクラシックエディションの全てに加え、追加のバッテリー1個、あ、2個のバッテリーがつくってことか。 UHC フィルター、あ、光害カットフィルターか。ND フィルター、これは太陽観測に必要なのかな。2個、フィルターアダプターが含まれます。で、クリスマスは何ですか。あー、デラックスだとこんなに増えるんだ。クリスマスだと、あ、クリスマスだとバッテリー1個なんだね。デラックスだとバッテリーが2個、クラシックが一番安いのかな。バッグがついてますね。360度回らないんだよね。340度っていうところが、あと20度は何で回らないんだろうか。これは中に入っているものですね、フィルターパッケージボックス、これはデラックスの方だね。はい、フィルターとフィルターアダプト、アダプターが2個入ってますよと。カットオープンプロテクト、テイクアウトザバッグ、あ、バッグを取り出します。ここは手動だねはい、ソフトケースもちゃんとね、標準であるっていうのがいいよね。はい、これだと壊れることを心配せずに持ち運びできます。ユーザーマニュアル、ユーザーマニュアル、はい、裏も見せてくれましたが、これはあんまり必要なさそうですね。そんな難しくない、これは何だろう。これは中から出てきたのは、あ、バッグベルト、要するに運べるってことですね。なるほど、バッグベルトもついてますよ。これで肩にかけてお出かけできますよってか。それからもう一つ箱が出てきました。これはですね、何でしょう。多分三脚じゃないかな。なんか緑のラインが入ってますね。あ、ビニ三脚もちゃんとついてますよって、まあこれはあの三脚みんな持ってるのでいらないかもね。
はい、まあでもこのバッグにちょうど収まる大きさでいいですよと。でこれが本体ですね。はい、本体は本当お弁当箱だねこれ。いやーこれはすごいかもしれないね。この小ささ軽さ、お弁当箱運ぶぐらいで天体観測できちゃう、電子観望できちゃう。ん？あ、開けると自動的に電源が入るってことか。なるほどね。これをぐるっと回せば電源が入ると。で、フィルターはどこにつけるかっていうと、フィルターは2個あるんだね。レンズが2個あるので、フィルターが2個必要なんじゃないかな。同じフィルターなのかな。レンズ口径によってフィルターの種類が違うってことはなさそうですが、これで太陽観測ができるってことかな。うん、まあいいや。ちゃんとフィルターケースも2個が一度に入るっていうのがいいよね。はい、1個ずつだと。もう1個どこ行ったかなって探すことがあるかもしれない。はい、本体が入って、三脚が入って、ちょうどいい大きさなんだね。さらにレンズ、フィルターとレンズもこの中に入って、ワンパッケージで、電子観望お出かけできますよって。キャリーザバッグ、バッグを持ち運びます。バイバイバイ。はい、特徴が出てきました。 DSO 鳥動物の撮影に多用途。うん、星だけじゃないんだね。ドワーフ2はデュアルカメラと AI パワーを備えたコンパクトなスマート望遠鏡です。メインは望遠鏡なんだね。真空天体、銀河系、星雲系を撮影できます。鳥や動物のビデオを見て記録します。鳥も動物もスポーツも撮影できると。これ見るとアンドロメダ銀河、月、太陽、虎、これは鹿、野鳥、これは三角座銀河かな、これが見えますよと。モバイルデバイスで簡単にコントロール、スマートフォン、タブレット、 Wi-Fi 経由でドワーフ2に接続するとドワーフラブアプリ、 Android および iOS で利用可能を介してドワーフ2をワイヤレスで制御し、写真ビデオを撮影できます。API と開発者向けドキュメントを提供するので、ドワーフ2で独自のプログラムを実行することもできます。いろいろ追加の開発者がいれば、新しいプログラムを追加できるってことか。これはいいかもね。デュアルカメラシステム。ドワーフ2には広角カメラと望遠カメラの2つのカメラがあります。これがミソですね。この前のスマート望遠鏡も、ファインダーで広角、それから超望遠の 1900mm の超望遠カメラが2台使い分けるっていうことでしたが、これは最初から2つのカメラがもう一体化してリンクしてるっていうのがすごいよね。ドワーフ2には広角カメラと望遠カメラの2つのカメラがあります。広角カメラを介して通常のカメラとして写真ビデオを撮影したり、広角カメラはいろんな目的に使えるんだね。視野をプレビューしたりできます。広角ビューの真ん中でターゲットを見つけると望遠カメラがターゲットを狙っていきます。これがプレートソルビングの技術ですね。そして望遠画像は常に広角画像の固定された場所、中央付近にあります。広角と望遠と一体化していると。私が今電子観望でやっている
FMA135 で広角で映してドブソニアン望遠鏡で超望遠の映像を二重で映してるのと同じやり方ですね。私のやり方を真似してるっていうか、どっちが真似したか分かりませんが、そんな感じですね。天体写真用の自動スタートラッキングとスタッキング、地球の自転により星は空をゆっくりと移動します。ドワーフ2は星を自動的に追跡できます。星の動きに合わせて高度と方位を中心に回転できます。ドワーフ2はフィールド回転補正アルゴリズムを使用してフィールド回転を回避します。その後ドワーフ2を使用して露出時間の長い真空のオブジェクトを追跡できます。ドワーフ2は複数回の露出後の自動レジストレーションにより画像を明るく鮮明な画像にスタックします。真空のオブジェクトを簡単に記録するのに役立ちます。ライブスタックをね、使っているわけですね。今や望遠鏡はライブスタックで撮るというのが前提になってますね。スマート望遠鏡は全部この技術を使っています。これがすごいよね。 AI を利用したオブジェクトの認識と追跡、トラッキングできるんですね。 NPU ニューラルネットワークプロセッシングユニットを内蔵したドワーフ2は選択したオブジェクトを自動的に認識し、その動きを追跡できます。そのため鳥を邪魔することなく遠くから観察したり、地面やゲームでプレイヤーを追跡したりできます。スポーツ観戦なんかね、240度上下に動くっていうのが、180度より下向くっていうのがいいよね。スポーツ観戦でも使えると、選手をトラッキングして自分の目的の選手とかね、自分の子供をずっと追い続けて撮影するっていうことができるんですね。しかも望遠で撮影できるっていうのがいいよね。はい、その次がすごいですよ。コンパクト、どこでも持ち運べる、収納可能。重さ 1.5kg でコンパクトなサイズのドワーフ2はほとんどの望遠鏡よりも携帯性に優れています。キャリーケースやバックパックに入れてどこへでも持ち運べます。仕様を見ていきましょう。レンズパラメーター、開口部 24mm、 望遠の焦点距離 100mm、透過焦点距離 675mm、 テレ、望遠は 675mm の望遠レンズですよと。それから 48mm のワイドレンズが入ってますよということですね。 FMA135 は 135mm なので、この間ぐらいなんですけども、ちょうどミルトル400よりは望遠にシフトしてますね。ドブソニアン 1200mm なので、そこまでは超望遠ではないけれども、それからワイドの方は 48mm ですから、55mm の α7S のいつも使ってるオリオン座が全体が入るよりもちょっと大きいぐらいかね。そんな感じですかね。 F 値は望遠で 4.2、 あー FMA135 が 4.5 だったんで、なかなかいい感じですね。それよりは F 値が高い。広角は 2.4、 うん、まあこれは普通のカメラ並みですかね。作動距離 2.5 メートルから無限、うん、オートフォーカスで 2.5 メートルから撮れるってことか。視野は望遠で3度、広角で50度。なるほどね。デジタル解像度800万画素望遠、200万画素広角。まあ広角は解像度はそんな高くない。もちろんあのファインダー的に使う、電子ファインダー的に使うものでしょうから、そんなに解像度高くなくていいですね。800万画素っていうことは 4K に近いのかな。 4K ぐらいですか。 4K ぐらいの解像度はあるってことですね。 CPU4 コアコンテックス A7 1.5GHz、NPU2
トプス NPU センサーソニー IMX415 スタービス、これはCMOS カメラで他にも使われてるかもしれないのでちょっと比較して調べてみましょうか。モーター 0.001°/秒、30°/秒、早いね。1秒で30度動くってことはすごいね。超高速だね。それから 0.001°/秒ってのはすごく細かく動くってことです。3万倍のスピードで動くってこと。3万倍から1から3万倍までモーターのスピードを制御できるってこれはすごいかもね。可視角度ピッチ240°、これが大事ですね。水平より下まで見えるってことですね。190度よりさらに30度下、水平線より30度下まで見えるってことか。で、回転340度、これがちょっとね、望遠鏡としては360度にしてほしかったけど、残りの20度はなんでいかないのか、まあしょうがないね。はい、この時はちょっと動かすしかないということです。バッテリー交換可能 5000mAh、 取り付けネジ山1/4インチ、対話型パラメーター、接続性 Wi-Fi& Bluetooth、 あ、 Bluetooth でも動くんだ。 Wi-Fi がなくても大丈夫か。互換性のあるシステム iOS& Android、 API 利用可能、 TF カード容量最大 512GB、本体だけで記録ができちゃうんだね。本当はなんていうか普通のカメラだね。動画もこれで撮れちゃうのかな。防水 IP54、 うん、完全防水じゃないかもしれませんが、ちょっとぐらいの小雨とか霧とか夜露とかには耐えられそうですね。望遠鏡を夜露から守るっていうのは非常に大きな課題で、雨降ると大変パニックになりそうな感じですが、これから解放されるってことかもしれないね。保存形式 JPEG、PNG、RAW。あとで画像処理できますよと。あ、動画はないね。なんかさっき鳥の映像を追っかけて撮るって買ったけど、あれは写真だけしか撮れないのかな。動作温度14°-113°F/-10°から45°まで使えますよと。冬でも夏でも使いますよと。クラシックエディションボックスの内容、ドワーフ2、スレーブケース、バッテリー、マイクロ SD カード、トライポッド、これがついてますよということですね。よくある質問、ドワーフとはどのような望遠鏡ですか、今まで見た望遠鏡と違うのはなぜ。ドワーフ2の形状は特殊です。潜望鏡構造により重心を低くし安定性を高めているからです。この構造によりドワーフ2は他の望遠鏡とは異なって見えます。レンズがね、中に入ってて潜望鏡なんですね。次、ドワーフ2はどのようにして新宇宙の写真を撮っていますか。次の3つの手順で構成されます。自動キャリブレーション、アライメントのことでしょうね。自動アライメント。ドワーフ2は空の画像を3枚自動的に撮影し、これらの3つの画像に基づいて現在のドワーフの姿勢、傾き、方向を計算できます。 GO2 導入ってことですね。ドワーフ2は星図を統合し、観測する星を確認し、星の座標を読み取って直接指すことができます。追跡、追尾ってことですね。星アトラスの各星の軌跡は Y 星で解決されており、星を自動的に追跡できます。広角のレンズで確認していますっていうことなんでしょうね。追尾精度が高いっていうことなんでしょうかね。はい、ドワーフが撮影できる新宇宙の写真は何ですか。カメラのパラメータに基づいてドワーフ2はNGC2264、NGC5128、NGC6960、
NGC1499、 M6、 M7、 M8、 木型星雲だね、 M16、 M17 など画角サイズが15分角を超え、視等級が9未満の DSO に適しています。ちゃんとね、見える天体を限定してくれてるのが良心的ですね。で、 M20、 M41、 M42、 M20 は三裂星雲か、 M41、 M42 はオリオン大星雲とその頭かな、から M44、 M45、 M45 はスバルですね、プレアデス星団。 M81、 これはボーデの銀河ですかね。 M101、 IC4604、 累計露出時間が十分に長く、空の追跡が安定している限り星雲の弱い信号を蓄積することができ、さまざまな星雲を撮影できます。ちゃんと限定してるところがいいね。これ以外はあんまり向いてませんよって。それ以上のものはもうちょっと高級な望遠鏡を使ってくださいねってことかな。ドワーフ2はロー形式の撮影に対応していますか？はい、ドワーフ2は TIFF ロー形式をサポートしていますので、後で画像処理できますよってこういう意味ですかね。他の質問、私たちにメッセージを送ってください。質問に答えてくれるのかな。ドワーフ2のギャラリー、これはアンドロメダ銀河、これはアレイ星雲、これは三角座 M33 銀河、これはカササギかな、野鳥ですね。この3つですね。カスタマーレビュー、付属品見ましょう。ドワーフ2は天体写真の旅に出る最初のステップです。太陽、月、銀河、星雲のより良いショットを撮るには追加の ND フィルターと UHC フィルターおよびフィルターを取り付けるための磁気フィルターアダプターが必要です。また予備の交換可能なバッテリーで電力を供給し続けてください。バッテリーなくなったらダメだから。これは外付けできないのかな、外の電源は使えないのかな。高いもんねこれね、追加のバッテリーがえらい高いわ。外付けできたらいいな。予約販売でまだ売ってないのかな。ドワーフ2用 UHC-ND 望遠鏡フィルター、これ太陽観測には必要なんだね。2900円からほぼ半額ですね。リチウム充電池7100円、これも半額ですね。ドワーフ2用フィルターアダプター2200円、これはまあ安いな。オプションを選択、あらあら、1個2個、あー2個ずつ買うと1万円かかりますねこれは、あーこれも2個買うと安くなるな。フィルターアダプターもまあ2個あった方が付け替えの時に楽だっていうことで、私たちに関しては、はい、ドワーフラボについて、私たちは技術主導の工学チームである革新への強迫観念を持っています。4年前から携帯電話の顕微鏡や望遠鏡カメラの設計も行っています。私たちの使命、これがいいね、スマート望遠鏡を使いやすく平均的な人にとって手頃な価格にします。この平均的な人って面白い表現ですね。普通の人も買えますよってことですね。高くないですよってこと。いかがでしたか。これまでにない形と発想の望遠鏡ですね。天体観測革命はとどまるところを知らない勢いで進行しているように見えます。安くて高性能な電子感望専用望遠鏡が次々と登場することにワクワクしますね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。